はい、皆さんこんにちは。前回の動画ではディズニーシーの食べ物飲み物をご紹介してきました。あらま今回はホテルミラコスタです。今回の動画最後まで見ていきますと、東京ディズニーシーホテルミラコスタオチェアノの朝食ブレックファストビュッフェ、こちらが分かるようになってますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。今日のパンツはこちら。おはようございます。現在東京駅に来ております。東京駅の八重洲口です。今日はこれからディズニーシーホテルミラコスタの朝食を食べに行きます。ミラコスタオチェアノの朝食ビュッフェです。早朝の東京駅、誰も人がいないですね。いました。それでは早速東京駅京葉線のホームまで行きたいと思います。今日はものすごく早起きをしまして、久しぶりに4時半に起きました。早起きするとやはりとても気持ちいいですね。東京駅の中に入りました。こちらはディズニー映画ピーターパンとウェンディの宣伝です。現在ディズニープラスで配信中です。それでは改札を通りましょう。現在時刻は朝の5時半です。いつもは夢の中の時間です。朝5時半の東京駅、ゴールデンウィークの真っ只中ですが、意外と人がいないですね。皆さん遠くへ旅行中なんでしょうか、はたまた夢の中なんでしょうか。いい夢見てるといいですね。ちなみに僕は枕の下に手を入れないと寝れないタイプです。どうでもいいですね。京葉線の看板が見えてきました。このまままっすぐ進んでいきましょう。美女がいました。美女と野獣のデザインですね。こちらはお土産店です。東京バナナのお土産店、ディズニーと東京バナナのコラボです。こちらのディズニーと東京バナナのお店では、ディズニーデザインの東京バナナをいろいろ楽しむことができます。現在は営業開始前で閉まっています。平日も週末も営業開始は6時半から22時までやっています。僕もこちらの東京バナナのお土産何度か食べたことがありまして、大変美味しくておすすめです。東京駅に行ったらぜひ買ってみてください。それでは引き続き京葉線のホームまで歩いていきましょう。京葉線の方面からこちらの方に歩いてくるゲストも結構いらっしゃいますね。本日の千葉の天気は晴れのようです。動く歩道に乗りました。京葉線までのこちらの道、人は思ったよりも少なめですね。動く歩道のことを歩く歩道と連呼している人がいました。昔の僕です。ようやく地下の入り口が見えてきました。まもなく京葉線のホームです。下に下がっていく。今日は5時48分の電車に乗ります。京葉線に乗るときは6号車、7号車に近い方の6号車のドア、こちらから乗ると舞浜駅のホームで階段の近くに降りることが可能です。座れました。現在の時間帯の京葉線、とてもガラガラです。舞浜駅に到着。ホームにもまだ人は少なめです。ミッキーがいました。おはようございます。はは、おはよう。今日は朝早いね。現在時刻6時過ぎ、舞浜駅の様子です。改札を出ていくのはキャストさんが多いんでしょうか。空いてる舞浜駅を見るのは久しぶりです。最近できたこちらのスターバックス、改札を出て左手にありますが、こちらも営業開始前です。こちらのスタバは朝7時からオープンです。リゾートラインに乗ろうと思ったんですが、まだやってませんでした。始発が出発する前、リゾートラインの始発は朝6時30分から、僕が予約しているミラコスタの朝食ビュッフェ、その時間も6時半から、間に合わないですね。今回はしょうがないので、舞浜駅からタクシーを飛ばしたいと思います。なのでタクシー乗り場に行きましょう。タクシー乗り場は、舞浜の改札を出て下の階です。タクシー乗り場に到着しました。残念ながらタクシーはゼロ。誰もいないですね。まあしょうがないので、しばらくこちらで待ちたいと思います。まだ始発の6時半前、6時15分なんですが、リゾートラインが走っています。あれに乗りたかったですね。今日はこのままタクシー乗り場で待ちたいと思います。ようやくタクシーがやってきました。わタクシーのタクシー。あ、すいません。ミラコスタまでお願いします。はい。ホテルミラコスタに到着です。朝日が差し込むミラコスタと噴水、とても美しいですね。起きてから2時間何も食べてないので大変空腹。早速ミラコスタの中に入りましょう。このミラコスタの中に入る瞬間、毎回少し緊張します。
到着しました。本日の朝食会場、ホテルミラコスタのオチェアノです。正面入って左手側のレストランです。ちなみに右手は中華を楽しめるお店、シルクロードガーデン。ランチとディナーを楽しめます。こちらがミラコスタのロビーの様子。ロビーにボビー。あなたが毎日過ごす日々、それを彩るボビーのムービー。それは言い過ぎと聞こえる叫び。ああごめんとボビーのお詫び。時間の無駄再び。こちらからディズニーシーのパークの様子を見てみましょう。こちらが開園前のディズニーシーです。今日は非常に天気がいいですね。右奥にはプロメテウス火山。こちら真ん中のミッキー広場にはまだ誰もいないですね。こちらはあと数時間経つと非常にたくさんのゲストで賑わいます。ミラコスタのオチェアの朝食会場への案内が始まりました。僕の前に7組くらいのゲストがいらっしゃいますね。おそらく皆さん宿泊のゲストです。こちらの朝食ビュッフェは宿泊していなくても予約できます。待合室に案内いただきました。待合室からもディズニーシーの中が見渡せます。席に案内いただきました。案内いただいたのは2人席。このエリアに案内される1人目のゲストになりました。光栄ですね。ちなみに席からはご覧の通り、先ほどのミッキー広場、奥の方には SS コロンビア号、そしてメディテレーニアンハーバーも見ることができます。とてもおしゃれです。それでは本日のミラコスタの朝食ビュッフェ取りに行きたいと思います。まずはフルーツのコーナーです。グレープフルーツにオレンジ、さらにお隣はカットされたパイナップル、緑色のはメロンです。こちらはシリアルのコーナー。フルーツグラノーラにチョコレートクラスピー、さらにコーンフレークです。続いてお野菜、ポテトサラダ、大根と厚揚げのサラダ、今度はハムです。見事に半円の形をしたハム。最後は春菊と茎わかめのサラダです。洋食ビュッフェコーナーに突入です。まずはソーセージとベーコン、美味しそうですね。こちらは温野菜です。温野菜と聞くとしゃぶしゃぶの温野菜を思い出します。でお次はスクランブルエッグ、ケチャップをお好みで、そして今度はパスタ、ミートソースパスタですね。ぶった切った竹みたいな形。お鍋に入っているのはチキンの煮込みです。煮込みシリーズ続きまして、こちらは牛すじの煮込みです。大根が美味しそうですね。そしてこちらは揚げ物、チキンナゲットと春巻き。量が半分以上なくなっているこちらはソーセージと野菜のパングラタンです。今度は和食コーナーです。明太子にさつま揚げ、とろろとめかぶ、キャラぶき、梅、ぶきとたけのこのごま和え、そして厚切りジェイソン、その下は山クラゲです。和食シリーズどんどん行きましょう。青唐辛子と牛肉味噌、お隣は海苔の佃煮。お魚が見えてきました。焼き鮭です。さらに隣にも魚がありまして、赤魚の西京焼き。赤魚はメバルの仲間です。こちらは和食コーナーの端っこの方です。クリーミーカリー、カレーが置いてますね。さらに味噌汁とネギ、わかめ、もちろんご飯もあります。最後にドリンクコーナーです。アップルジュースにベジタブルジュース、オレンジジュース、お水、こちらのラインナップです。僕はオレンジジュースを飲ませていただきます。取ってきました、ビュッフェ一発目。茶色と黄色と赤と。まずはこちらのホットコーヒー。着席するとコーヒーか紅茶、どちらにするか聞かれます。無料でおかわりも自由です。こちらはガストンのヨーグルトです。非常に爽やかな笑顔、筋肉は賞味期限で隠れています。ガストンのヨーグルトの中身はベリーのヨーグルトです。続いてはこちらスープ、ミネストローネを取ってきました。しっかりとした赤色のミネストローネ、具材がたっぷりと入っています。ズッキーニ、逆から読むとニーキッズもいます。こちらのミネストローネ、めちゃくちゃ味がしっかりしていますね。濃い味のミネストローネ、味付けしっかりで大変美味しいです。ニーキッズをはじめとしてお野菜も歯ごたえがあります。続いてこちらのお皿に参りましょう。あなただったらどれから食べますか？僕はソーセージ。ソーセージを逆から読むと G 清掃。素晴らしい朝食を作ってくださった厨房のシェフに感謝の気持ちを込めてぶった切ります。こちらのぶった切ったソーセージなんですが、ホテルの朝食のソーセージという感じで、とてもいいお味ですね。ドイツを感じます。昔僕は小さい頃ドイツのデュッセルドルフに住んでいたことがあります。嘘です。お次はベーコン、逆から読むと神戸。続いてはスクランブルエッグです。追加でケチャップをかけまして、美女と野獣のベルのドレス、そして赤いバラをイメージしています。バラ大きいですね。こちらのスクランブルエッグ、マイルドな味付けです。そしてチーズが入ってますでしょうか。少しチーズの味もしました。お飲み物のオレンジジュースを飲み干してしまいました。なのでおかわりを取りに行く。早く行ってくれ。ちょっとカッコつけていきたいと思います。
Back in there. Yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that on. Then she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole. I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa.透き通る彼女がいますね。見えますでしょうか？ Believe Sea of Dreams、ショーの場所取りをしています。ビュッフェのお料理、お次はこちら、ミートソースパスタです。ミートソースが絡まったマカロニ。こちらは安定の味で美味しかったです。続いてはこちら、揚げ物シリーズ、春巻きです。一口サイズにカットされてまして、とても食べやすい。パリパリでとても美味しかったです。最初に取ってきたビュッフェ、ラストはこちらです。チキンの煮込みです。チキンの煮込みはチキンがたっぷり、お肉は歯がなくても食べられるくらい柔らかく煮込まれちゃっています。クリーミーな味付けで優しいお味。ご飯とも合いそうな、とても美味しいお味でした。ごちそうさまでした。だんだんとお腹いっぱいになってきました。朝は小食。お次はデザートを取りに行きたいと思います。デザートのお隣にはパンタチー。こちらはパンタチーランドです。桜ブレッドにビワデニッシュ、チョコレートデニッシュ、ツナと玉ねぎのブレッド、バターロール、そら豆と桜エビのブレッドです。こちらは先ほどのパンたちの上の棚、チーズ、ブルーベリー入りカンパーニュ、クロワッサンも置いてあります。それではデザートの棚に参りましょう。こちらはバナナのカラメリーゼです。バナナが敷き詰められています。続いてこちらはマンゴープリンです。鮮やかな黄色ですね。お隣の白いのはパンナコッタです。続きましてパンケーキをいただきます。パンケーキは目の前で盛り付けていただきます。あ、お願いします。1枚。あ、はい。お願いします。ありがとうございます。取ってきましたデザートビュッフェ、角のない人たち。ちなみにオチェアナの店内、だいぶ人が増えてきました。やはり宿泊のゲストが多いようです。まずはパンケーキから食べていきましょう。パンケーキは非常に可愛いサイズです。パンケーキにはメープルシロップもついてきます。それでは早速メープルシロップをかけていきましょう。かかりました。お皿全体にメープルシロップ。ちょうどお皿の円のサイズになりましたね。非常に美味しそうです。パンケーキは薄めなので、メープルシロップがどんどん染み込みますね。染み込みシロップ、蜂蜜の味もして非常に美味しい。生クリームをつけました。パンケーキに添えられた生クリーム、非常に水分が多めで、みずみずしい味です。生クリームと一緒に食べた方がより美味しくなります。それではこちらのデザートプレートに参りましょう。あなただったらどれから食べますか？僕はこちら、バナナのカラメリーゼです。カラメリーゼというのは、表面にお砂糖を振りまして、キャラメル状に焦がすことを言います。バナナの表面がいい感じに焦げています。それではどんな味がするんでしょうか。ぶっ刺していきます。バナナのカラメリーゼ、冷たくてひんやりしています。バナナの甘さに加えて、キャラメル部分の甘さも加わり、非常に甘いバナナです。カラメリーゼするとこんなに甘くなるんですね。そんなバナナ、という感じです。お次はこちら、ビワのデニッシュです。ビワのデニッシュ、略してビッシュです。お茶のビッシュ。上に大きなビワが乗っています。甘いビワ。さらにビッシュのデニッシュの生地もサクサクです。ビワの栄養素。ビタミン何でしょうか？正解はビタミン B1。続いて同じくデニッシュ。チョコレートデニッシュです。チョコレートデニッシュの中にはチョコたっぷり。こちらは安定の味で美味しかったです。そして最後はこちら。右がマンゴープリン。左がパンナコッタです。まずはパンナコッタ。非常にミルキーな味ですね。水分は少なめ。牛乳のプリンを食べてるような感じです。上に乗ってるのはベリーのソース。続いてはマンゴープリンです。上に乗ってるのもマンゴー。こっちはあっさりとした味でしたね。サラサラ食感。カップに入っていてちょうどいいサイズでした。ごちそうさまでした。朝の爽やかな笑顔でキャストさんが持ってきたもの。お会計伝票です。ブレックファストビュッフェ。大人1名。3400円。合計3400円です。ディズニーシーの中が見える場所にやってきました。現在時刻8時7分です。開演が始まったようですね。おそらくあちらに見えるゲストは、ホテルの宿泊特典、早くパークに入れるハッピーエントリーの方々です。非常に羨ましいですね。スキー。それでは開演待ちの列の様子を見ていきましょう。ディズニーシーステーションからミラコスタに通じる連絡通路、こちらから見てみます。今日はゴールデンウィーク祝日なので、非常にたくさんのゲストがいるはずです。ちょっと見えてきましたね。わお。奥の方までゲストが見えています。
こちらはアクアスフィア側の様子です。こちらも大混雑ですね。大変天気が良くて良かったです。現在時刻8時15分、ノースゲート前の様子です。やはり大混雑。奥のバス停の方まで列ができています。5月のゴールデンウィーク、大変混んでいます。こちらに並んでいるゲストの方々、それからこれから来るゲストの方々、皆さんが思いっきり楽しめることを願って、僕は今日は帰宅します。はい、ということで今回は東京ディズニーシーホテルミラコスタ落合アナの朝食ブレックファストビュッフェをご紹介してきました。お値段3400円でいろんな種類の朝食を楽しむことができます。宿泊していなくても食べれますのでぜひ行ってみてください。引き続きディズニーのパークの情報もお届けしていきますので次回もぜひご覧いただけると嬉しいです。今回の内容が少しでも画面の前のプリンセスそしてプリンスの役に立てば幸いです。動画を見て良かった方はグッドボタン、そうでない方はバッドボタンもお願いします。視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。そうです、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。音声配信やノートもやっておりますので、そちらもぜひ見ていただけると幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。